弱いのは努力が足りないだけですから。走り高跳び無敗の女王藤堂遥はオリンピックを目指していた。あの時までは藤堂さんの足はもう動くことはありません。他にも道があると思う。ほっといて。じゃあお前はさ、車椅子になる前は誰の手助けも受けなかったの？あるか、やってみないかパラカヌー。バカじゃないの。悔しくて無理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 。いいじゃねえか。角度を一度大きく下げてみるから誰でもひっくり返る。でもまた這い上がって乗ればいい。そこが面白いんだよ。一人で生きていたならばまだ未来があるっていうことをはるかに分かってほしいんです。一人じゃない、ただ自分を信じて私も飛ぶから。水上のフライト。